ケーションを取りながら表情を逃さずに一瞬を切り取るというのを心がけて撮るようにしています。桃井和志です。フリーで写真家を始めて30年ぐらいになります。主に撮っているのはポートレートや海外風景です。撮影以外にはカメラの書籍の執筆をしたりウェブレポートをしたりだとか、ソニーでいうとソニー一眼の一番最初のα100の立ち上げから携わって当時テクニカルガイドを作ったりもしました。他にもソニーアルファのセミナー講師やソニーストアで写真展を行ったこともあります。α9、α7、R4、α7-3 をそれぞれ個性が違うので使い分けています。ポートレート撮影では瞳にフォーカスが合うことがすごく重要だと思うんですけども、そうすることによって、表情とかねがすごく伝わってくるんですね。いつも一眼のアルファでポートレートを撮ることが多いんですけども、瞳 F を効かせて撮るんですが、ほぼ同じ感覚で今回の製品で撮ることができました。通常のカメラだと遠近が混在すると手前側のものにピント合わせると特性があるんですけれども、瞳 F を使うと画面の中の顔や目にしっかりとピント合わせることができるので、構図とシャッターチャンスだけに集中して撮影することができました。例えば走り回る子供やスポーツシーンって撮るのなかなか難しいと思うんですね。ですが、1秒間に20コマという α9 並みの連写能力をこのカメラは持ってます。と同時に瞳 F も使えるので、誰でもカメラ任せで一番いい瞬間を捉えられると思います。そこにこの製品の凄さを感じました。これまでも、スマートフォン用のアプリでいわゆる一眼カメラを模したアプリって、たくさん試したことあるんですけど、どれもやっぱりこうちょっと違うなと思うような操作感覚のものが多かったんですけど、このフォトグラフィープロだと本当にこう普段使っている、アルファとほぼ同じ画面で同じ感覚で撮影ができるので、すごくスムーズに撮影を進めることができました。で、例えばもちろんシャッタースピードであったりだとか、ISO 感度であったりとかが自由に選べるので、自分のこう創作意欲がちゃんと盛り込んで撮影できるっていうあたりはやっぱポイント高いですよね。もちろんそれが難しいと思われる方だとオートっていうものもありますから、カメラに慣れてらっしゃらない方とかだとそれで写真を楽しむこともできると思います。いつも身につけているスマートフォンですから、アルファの、セカンドカメラ的な使い方ができると思いました。このちっちゃいところにレンズが3つついていて、16という超広角から70という望遠まで、レンズ3本分がねこの中に入ってるんですけども、それだけあったら結構なバリエーションの写真を撮ることができますし、ここにも書いてますがスワイスって書いてますから、僕なんかからしてみたら結構ね憧れの高級ブランドであったりもしますから、やっぱりそれだけ安心感があったりだとか、カメラとかお好きな方だと所有欲も満たされたりするのも大きいかなと思います。いわゆる普通のスマートフォンっていうのはモニター押して話すような写真をね撮りますけども、これ独立したシャッター機がこの側面にあるので、いわゆる普通のカメラと同じような感覚で画面を見ながら表情とかいいタイミングで指をねいつも通りに動かせばいいだけなので、すごく楽に写真を撮ることができました。あとは何よりここのディスプレイが大きいですから、もちろんこう画質も結構ね見てると綺麗でしたから、そういった良さもあると、ポートレート撮った後なんかに例えばこうモデルの方とかとコミュニケーションを取ったりとかもしやすくなるので、すごく便利だなと思いました。世界にはスマートフォンのメーカーってたくさんあると思うんですよ。だけどレンズ交換式のカメラからスマートフォンまでを一社で持ってるので多分ソニーだけだと思うんですね。一眼アルファをお持ちの方はセカンドカメラとしてこの製品を手にされるのもいいと思いますし、逆にこの製品から一眼アルファへステップアップされるのもいいんじゃないかなと思います。なので幅広い方々に使える製品かと思います。